視聴ありがとうございます。今日はお肌の乾燥のお話をさせていただきます。今、お肌の乾燥のお悩みを相談されることが多いんですけど、皆さん、化粧水とか美容液とか、保湿成分たっぷりのシートマスクとかきちんと使ってらっしゃる方がほとんどですが、クリームを使ってない方が多いんですね。で、寝てる間に水分がもうほとんど蒸発してしまうので、クリームをしっかり、塗って蓋をしてあげることがとても大切になります。で、クリームを塗って蓋をしてあげることでお肌の乾くスピードを遅らせるっていう効果もありますの で、ただ、もともとドライスキンの方、敏感肌の方、ちょっと油っぽい方、肌質によって使うクリームも違ってきますの で、クリームをしっかり塗ってるけどそれでも乾燥する、なんかこうお肌が疲れて見える、そういう方とかは、ぜひまたご相談いただければと思います。肌質に合わせて、アドバイスさせていただきます。よろしくお願いします。ちょっと最初からいいです。